はい、どうしも動画チャンネルです。はい、おい、しおんくんです。はい、はい、しおんくんは来年小学生になります。はい、というわけでそろそろランカツを始めましょう。はい、というわけで今日はランドセルを見に来ました。はい、ちょっとねデザインとか、うん、大きさ軽さまあいろいろ見ていきましょう。はい、レッツゴー。さて、ランドセルがいっぱいありますけど、うん、どう、うん、なんか気になるやつとかあったら言って。うん、気になるのこれ。これ赤黒がいいってよ。こっち、こっち背負ってみたら。こちらは軽っこです。お、はい、軽いどう。あー、デザインがかっこいいですね。ラインが赤でね。すごい。で、中はどうなってる？お、お、かっこいい。ここもかっこいい。中こんな感じ。お、すごい仕分けのこういうのも入ってる。面白い。どれ調子しますか？デカボして中一緒に見える。見てみな、ほら、なんかかっこいいよ、ほら。すごい。ここにも、うん、これは多分保証書とかそういうのが入ってる。で、ね、あのここが多分ちょっと広くなるんじゃないかな、このあれで。ミニのやつもそうなってたから。ほら、この分もうちょっと広がるの。ああ、これで調節できるんだ、ここでね。そうそうそう、これで。すごいね。うん、今見たな、これだね。カルスポ。もう未来ポケットってやつ。はいはいはい。気になるのがあるね。気になるのあった？ライオンが使える。プーマだよ、プーマ。すごいね。あ、こっちは女の子か。うん、女の子のさランドセルやばくない？色がいろいろある。可愛い淡い系の色が。すごい。選びたい放題じゃん。デザインはシンプルなんじゃない、この辺は。ああ、これもあれか、カルスポか。でもほら、さっきと一緒で、未来ポケットなのか、未来ポケットインってやつなのか。種類があるんじゃない。こっちはほら、あ、フィットちゃんだ、フィットちゃん。あ、本当だ、フィットちゃんだ。フィットちゃんも背負ってみたらいい。フィットちゃんちょっと背負ってみようぜ。どれがいい。さっき黒いったから今度青とか行ってみる。ちょっと青系ちょっと行ってみようぜ。色的にね。どう、軽さどう。あ、え、こっちの方が軽いかもしれない。軽っ。さっきより軽い。どう、さっきより軽い。軽そうよ。いいじゃん、軽くより軽い。ちょっとくるって回ってみて、くるって。はいはいはい、どう。で、このこっちはデザインシンプルだね。うんうん、ね、そう、うん、中身見てみましょう。オープン。うーん、あー、でもまあシンプルだね。そうね、ここはそんなには広がらない、さっきほどは広がらないかなって感じ。で、今さっきと一緒にここに出てて、みんなついてるのよ、これは。そうそう、これはついてる。そうだね、なんかさっきの中よりこっちの方がちょっとなんていうの、しっかりしてる感じがある。はい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 、なるほどね。うん、さて、こっちは、こっちも女の子だね。うん、お、見て、かわいいの、かわいいの、ほら。ちょっと見るだけ見ようよ。アナ雪、すげえな、こんななんだね。初運かい。いや、いいけどさ。軽っ。めっちゃ軽いんだよ。軽い？こっちの方が軽いし。いや、てか、かわいいわ。さすがにこれは、しおんさん、選べないですね。うん、ちょっと中開けてみ。うわー、すごっ。ここもアナと雪の部屋の。あーちゃん欲しがりそうだね。あーちゃん欲しいって思う。ここにもね、雪かる道くん。あー、でほらここもほら、こういうアクセサリーみたいなところもさ、うん、アナ雪になってる、すげえ。なにこれ、うん、これすげえ。
俺の色、あれはね、赤色とかがすごく赤は女の子だよ男も赤が好きだから。ああ、まあね、いいと思うけどね。これなんて赤だもんな。赤黒、赤が目立ってる方。面白いね、こんなのあんだね。うん、こういうのもある。これが欲しいですね。すげえな。よいしょよいしょ。これはちょっとさすがに重いかもね。ふわり、いやいやいや、みんな軽いでしょ。背負いやすい。背負いやすさっていうのは大事だからね。ちょっとやる。ああ、持ってみる。ふわり、うわ、軽いよ、これも。ちょっとごらん。バーバー、どう、軽すぎ。軽いよね、これね。軽い。いや、これすごいな。だって持った時めちゃめちゃ軽かったもん。軽いのは大事よ。で、あとね、やっぱね、しょいやすさ。これなんか結構しょいやすそうな形というか、そういうデザインになってるんじゃないかなと思うよ。でさ、これほら、こっちについてる。こっちリュックサックみたい。でもこれもね、やっぱ大事。うん、だってカチャンってつけたら、ああ、できたもんね。おー、中も広っ、でかっ、すごい。うん、これ欲しいわ。みんなこうやって自動でしまうんだよね。カナタのも、カナタのもそうだけどさ。カチャン、うん、で割っていく。すごい、これすごい。なんだこれは。すごかる、ライトギア、天使の羽か。で、また色がなんかちょっと面白くていいね。うん、面白い。はい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 。軽い。しょいやすさはどう？いい感じ。で、やっぱり女の子のやつの方がダントツで多いね、ランドセルの種類が。いや、そりゃそうですよ。なんか男の子ってもう大体黒、青、まあこの辺はどっちでもって感じ。ああ、そうだね。あ、ね、でもこっち反対見るともうさ、鮮やかじゃん、色。あ、ね、ちょっとワインレッドみたいなとか、ブラウンとかからいろいろなデザインがあるから。スポーツブランドもあるよ。ナイキもあるしさ、アディダスもあるし。で、こっちにさっきほら、さっきも見たけど、プーマもある。プーマランドセル素材だけど、なんかなんていうの、デコボコしてる。触り心地がなんか違うね。違う。エア入ってんじゃない？軽いよ。ちょ、なんかかっこいい。これかっこいい。なんかクッション性がある。わあ、ランドセルのこの触り心地、素材っていうかね、うん、いいね、これね。ここにクッションついてる、ほら。ああ、でも他のもついてるのかな。ああ、軽いよ、すごい。あ、ね、あれ入れてみようよ。小学校1年生が背負う重さを体感って、まだだいたい2キロ。結構重たいな。うん、結構重い。これをランドセルに入れて背負ってみないと本当の重さがわからないということですよ。はい、ちょっと入れてみるか。いいんだ。ああ、OK。 約2キロ、約2キロ入りました。そう、まあまあ、なんかカナトのランドセルと同じぐらいなんか、ね、どう？ニーニーと一緒な感じ。重さ、そうそう、体感、ここの肩の痛さとか、その後ろに引っ張られる感覚っていうかね。そう、ああ、それを取っていく。どう？肩のとことか、もう痛い。痛いでしょ。背負い心地はいいけど。背負い心地はいいけど、やっぱ肩痛いって。あ、まあ、でもそれはしょうがないよね。あ、こっちのフワリーにも入れてみよう。さあ、しおさん一押しのフワリー。あれやっちゃん。レアちゃん、かわいいね。ちょっと後ろ見せてよ、それ。見て。
あら、かわいい。アリエルです。アリエル、あ、かわいいねまだ早い、あんたは何選んでんだよ。はい、じゃあふわり、ふわりにも入れてみたよ。2キロ。おかしいしないか。どういい感じ。肩も痛くないし。あ、本当に。さっきのナイキと比べてどう、ここの肩のかかる負荷というか、痛さっていうか。いい感じな。本当に。ママやっぱり、やっぱりふわりの方がいいってよ。あ、そう。うん。あーちゃんがいいって。あちゃん、ま、あちゃんはまだお前幼稚園だよ。見て、これも全方向なんです。あら、かわいいですね、あちゃん。まあ、とりあえずね、ランカツ始めたばっかりなんでね、また他のお店とか行って、ここにないランドセルとか見たら、もしかしたらそっちが良くなるかもしれないからね。はい、今日は、こんな感じで、第1回のランカツ終了という感じでよろしいでしょうか。はい。今のところ候補はこのね、ふわりがいいんじゃないかという感じでございます。はい。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で。バイバイ。ラシマ動画チャンネル、今度マスクと T シャツ出すんだ。T シャツのデザインは前のパーカーと一緒か。で、マスクの方はカラーバリエーションいっぱいある。お、ロゴ入ってる。シンプルでいい感じじゃね。使いやすそう。ダーシマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。